ハイアマチュアクラス 35mm 一眼レフカメラ。当時の上位機種には EOS-3、下位機種には EOS k i キス3があった。基本コンセプトは高品位と斬新さを兼ね備えた存在感のある造形。2004年3月にはマイナーチェンジモデルキアの EOS-7S が発売されており、2007年の現行機種としては、 EOS-1V に続く、キャノンフィルム一眼ナンバー2であったが、同年末に生産を終了した。EOS7 は、キャノンのハイヤマクラス機中最速の AF 速度を持っている。独自開発の CMOS センサーによる7点 AF で、自由なフレーミングを可能とした。また、視点入力 AF を搭載。 視線検出応答時間を従来機よりも短縮しつつ、視度調整機構を搭載するなど、機能の改善が見られる。連射速度は、秒間最速4コマで、ボディ単体における。連射速度は、秒間最速3.5コマの EOS-1、ボルトに勝っている。動体予測能力も EOS-1V と、同等性能を実現した。フィルムの巻き上げ巻き戻しも、 最新のサイレント技術を搭載することで、静粛化をより進めた形となった。キャノンは、ハイきマキとしているが、初心者にも使いやすく、普及機からのステップアップを目指すユーザーのために、11種の撮影モードを搭載しており、その中の数種は、被写体に合わせて選択できるモードとなっている。この三十五分割評価速攻や、専用スピードライト使用時には、 ETTL 自動調光に対応する。ボディデザインは斬新かつ緻密な造形処理を施しながら、高品位な外見に仕上げており、小型ながら高級感があるようなデザインとなっている。マイナーチェンジモデルの EOS7S は、上述の EOS7 の基本性能をそのままに、AF 性能を EOS10D と同等に引き上げるとともに、専用スピードライト使用時の調光を、 EF レンズ内蔵の距離エンコーダによる距離情報を加味した新アルゴリズム ETTL 通自動調光を搭載外観も表示の見やすさや一層の高級感を出すように改良されている日本国外では視線入力対応 AF を省略したモデルも販売されていた以下に北米及びヨーロッパアジアオセアニアでの販売名称を示すキャノンマーケティングジャパンカノン USA カノンヨーロッパありがとうございます。